硬いね、みんな。続けろ。
けてみ、ショーマン抜けてみ、ショーマン。投げ投げ。はい、や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 ゴール前、ゴール前、ゴール前。ヤギヤギ。何？おお。ですけど、まあ、そこから決められて入れて決められて、まあ、最後 PK で、まあ、勝つことができたんですけど、まあ、もうちょい反省の部分としてはやっぱまあ失点したところ我慢できたし、まあ、もうちょい攻撃パターンも増やせたと思うんで、まあ、そこは決勝に向けてもうちょい1週間チームとしてももっと練習していきたいと思います、まあ、ゴールシーンについては、まあ、アシストしてくれた11番の匠くんが、まあ、いつも練習中から
結構そういうパターンとかいつも2人で崩してるんで、まあ本当に来ると思って走り出したら来たんで、本当にあとは落ち着いて決めてよかったです。そうですね、シュートとしてはまだ優勝したことないんで、この、まあ、13期生なんですけど、まあ、僕たちの代で初優勝をしたいと思います。ありがとうございます。まあ、やっぱりあそこの場面ではやっぱ自分が決めないといけないっていう、まあ、プレッシャーの中、まあ、やっぱり決めきれたことは、まあ、自分の中でも、まあ、プライドっていうのは捨てずにやってたし、まあ、16番のひろと君にはもう小学校から一緒で、まあ、ボール来るっても信じて走ってたんで、まあ、あとは決めるだけでした。まあ、決勝は、まあ、やっぱりシューツのこの13期生の中でやっぱり、まあ、まだ優勝したことがないんで、まあ、やっぱりシュートの歴史塗り替えていきたいなと思います。ありがとうございました。先制してその後自分がコーナーキックにさせてしてしまったので、それで最後自分のチャンスがあったからすごい気持ちで押し込みました。決勝戦はシュート初めての決勝戦で、まあ、これ勝てば優勝できるから絶対に優勝してします。まあ、3失点目のところ、まあ、全失点自分が、まあ、良くないプレーをして関わってしまって、そのチームを苦しめる形になってしまって、まあ、最後 PK 戦という形で自分のいいところ、その悪かったところをしっかりと覆すことができて、とても良かったと思います。決勝戦は、シュート初の決勝戦で、まあ、みんな今までしっかり練習を取り組んできたことをしっかりと生かして勝てるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。